皆さんこんにちは、三枝心です。今回はですね、私が最近アップした違いますね。最近リンゴラフでアップされた動画のやっと右を向く癖治りました、久しぶりに純ちゃんとゴルフという動画についてきたコメントですねについてお答えしていきたいと思います。久々のコメント返信になってしまってすいません。これからもう少しコメント返信も普段見てますよっていう、見てるんですよ、普段見てるんですけど、なかなか文字で一つ一つ返すのは結構大変だったりするので、こういうふうに動画でね選んで答えていきたいと思います。じゃあまずたかちゃんさん、ミスの8割はアドレスが良ければ、あとはプラスイメージ、自信を持って振るだけ。ほんとその通りです。アドレスが良くなってから振り切ることだけ、その習ってるスイングをすることだけ、なんかあっち行ったらどうしようとか、こっちの景色はこうだとかすごく減りました。はい、向いてる方向に習ってるスイングをするだけみたいな。でシンプルにゴルフを考えられるようになったかなと思います。ただしたぬまさんですね。やっぱヘッドの重さを感じられる方がいいよね。そうですね、今までヘッドの重さも感じないでスイングしてたなーっていうのは自分でもよくわかります。感じてないわけじゃないんですけど、なんていうんですかね、軽いものを「えい」ってなんかほいみたいな「はいはい」みたいに振ってる感じですね。一本の棒、軽い棒をボンボンって振ってる感じだったので、ヘッドを感じて打ってた方が、本当にドンってここでボンって終わる感じになると、その上げようとかフィニッシュ取りたいとかそういうのも減って、やっぱヘッドを感じていることは大事だなと感じました。はい、次ピクシーさん、新しいアイアンがフィットしてよかった、なんかこっちまでワクワクしてしまいました、ドライバーも徐々に合ってくれていいですね。はい、ドライバーはもう今打ち始めています。でかなりアイアンが触れるようになってきたので、ドライバーにもつながってきてですね、ちょっとたまにミスした時は触れてないというか、負けるというかですね、当たり負けみたいな感じになってしまって、ミスもするんですが、すごくアイアン変えてからはドライバーも良くなってます。江南では18ホール新しいドライバー振ってますので、是非見てもらえると嬉しいです。中野和茂さん、久しぶりの心&純、心ちゃんやっぱ一本いいよ、てか純ちゃんいつパター変えたの、キャメロン、自分も1週間前にキャメロンに変えました、中古だけど。キャメロンね、かっこよかったですよ。純ちゃんのエポンいいですね。私もエポンのアイアンは初めて使ったんですけれども、本当に自分がいいスイングした時は最高の球が出てくれます。あとは自分がいいスイングをするだけです。あとやっぱり重くなった分やっぱもうちょっと体力つけるというか、体幹をつけないと残り3ホールぐらいが、そうですね、ちょっと気合が入って気合が空回りみたいな感じになってしまうので、ちょっともうちょっと体もね鍛えていきたいなと思ってます。堤健太さんに、右向きが修正されてる、手首のコネコネもないし、スイングがめちゃ安定してますね。しかも鹿松さんがフィッティングしたアイアンも調子良さそうだし、素晴らしいの一言です、ありがとうございます。手首のコネコネか、ゆるくはやってるんですけれども、こねるっていうはなんかこっからのクーンってやつですかね、もしかしたら前ありましたもんね。もうこの辺のグン感ね、あれは確かになくなってきましたね。今やっとこのハンドファーストのイメージで捉えてからスッみたいな、ボールをこの辺で捉えてからスッっていうフィニッシュを心がけてスイングしてます。はい、金松さんが本当に今回フィッティングしてくれて、でもなんとか振れてる感じですね。やっぱり今まで振ってたクラブとのスペックの違いの差はもう多分本当この画面に収まり切らないぐらいスペックの差はあるんで、そうですね、もう早く安定して、あれがもう触れますっていう状態に持っていきたいなと思ってます。 SGTGJ2053 純ちゃんならスチール NS750 がいいと思うよ。だって純ちゃんアイアンは振りすぎ注意です。ナイスバーディー。この方はいつも本当に何分何秒でこう書いていただいて、コメントもいつもこうすっごいしっかり最後まで見てくれてんだなっていうコメントで本当に嬉しく思います。本当にこの日ね、純ちゃんもすごいいいスコアで上がってですね、リカバーがねかなりすごかったなと思います。5分14秒、純ちゃん肩をそっち向いてるよ。8分46秒、これはバンカー向いてたね。すごい細かく書いてます。まああとは皆さんの見てもらえると嬉しいところに出しておくので、コメントははいを次いきます。ネバーアップネバーインさん、迷ってましたがエポンアイアン買おうと思います。おお、近隣の工房のおやすさんが勤めてるの高いんです。505で組もうと思います。おお、すごいお揃いですね。お揃い、私505だっけ、505だっけ、はい、高いですねエポンのアイアンはまあでもその分すごい作りはしっかりしてますし、いろんな方に最近ラウンドした方はみんな見て「わすごいね」みたいな「エポン使ってんだ」みたいな、ちょっと一目置かれるアイアンではあるので、ぜひエポンでアンダー出してください。エイス PDM さん、はい、また2人のクラブセッティングを紹介してほしいです。そうですね、結構セッティング変わってきてるんで紹介したいと思います。クラブセッティングはただちょっともうちょっと待ってください。もうちょっと私いろいろこうバランスとか感じをいじる可能性があってですね、完全にこのセッティングでいくぞってなった時に紹介したいと思います。でシャフトを今ユーティリティとウッドはまだ全然変わってない状態なので、まあ経過でもいいんですけどね、経過のセッティングはどうですか、紹介した方がいいですかね。今こんな感じですみたいな、まあでもまだちょっと少し門松さんにももちろん相談しますし、自分なりにこうしっくりくるようなセッティングにしたいなと思ってますので、もうしばしセッティングはお待ちください。本当に皆さん本当だ右向いてないねとか、右に出す勇気ですねとか、本当すごい右向かなくなったんですよもう本当は嬉しいです。皆さんと一緒にこう成長ができてる感じがして、1年前の私からは想像できない感じですね、今のスイングはですね。ジャックさんですね、ジャック86ゴルフさんもこの方も毎回コメントしていただいてます。こうちゃん、じゅんちゃんお疲れ様です。お、ニューアイアンいい感じじゃないですか。今日は運転お疲れ様でした。運転のお疲れ様までコメントいただいてます、ありがとうございます。こい KG さん、こころさんアイアンのカーボンもかっこいいですね。それでエップもめちゃいい。いや本当もう見た目最高にかっこよすぎて、見た目負けしてるんじゃないかぐらい男前なアイアンです。またアイアンもじっくり揃えたっていうかじっくり紹介してね、皆さんに見せたいと思いますので、そういう動画も撮りたいなと思ってます。以上ですかね。もう本当に皆さんアイアン調子良さそうだねとか、右に向いてないねとか、右向いて引っ掛けて打つ人が多いのが素晴らしいとか、本当に右を向かなくなった私にこんなにコメントいただきありがとうございます。ちょっとですね、右を向いてる動画について私なりに説明しようかなって思ったんですけれども、やっぱりラウンドレッスンを一緒にいた森さんと一緒にこういうことをしましたっていうか、こういうことで治ったんだよっていうのを森さんと一緒にやった方が言葉が結構伝わりやすいかなって、言葉ですよね、結構難しくてですね、森さんすごく言葉が上手なので森プロと一緒に、はい、説明したいなと思います。はい、今回右を向かなくなった私ですねにコメントいただいたことについて返信しました。これからもコメントたくさんお待ちしています。では次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。 YouTube のこれ小さYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。